前半に点を奪われる試合が非常に多いというそんな話をしていたんですが、今日も前半16分にバラルのゴールが決まっています。いい展開、広瀬、そして小西もいる、そうですね、そこの裏のスペース作って、はい、かわしてシュートを放った、決まった、今度は決めた前川、19分、徳島2点目、今度は落ち着いて仕留めました。大満足のボルティスサポーター、素晴らしい攻撃だったんですね。ボールを追い越す動きを斜めに入れながら、どん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 人がですね、斜めに動いていくサッカーというのができてますよね、はい、この辺りさぬきのスライドも、ね、後ろ後ろになってるんで、はい、どうしてもボールに対してプレスがいけてないですよね。そうですね、いや16分のあと19分に前川がゴールを決めています。徳島ボルティス2点、大きな2点目、追加点奪っています。やはり徳島としてはもう8.3はもちろんですけれども、はい、前回の借りを返したいという思いがあるので